こんばんは。ごめん、遅れた。遅れました。声聞こえてるかな？声聞こえてる？大丈夫かな？こんばんは。声が聞こえている、いるね。いるね。OK。パソコンがなんか壊れてさ、壊れてはないんだけど、ツイキャスやろうとしたらカメラになってくれなくて、どうしようって思って再起動をさ、したらずっとリンゴのマークが出てきて消えなくて、やばって思って iPad でもうやろうって思って iPad にツイキャスインストールして、でも iPad って全然立たないからどうしようどうしようって思ってやってて、そしたらなんかパソコンが立ち上がって、で今遅れてごめんなさい。やるちゃんと。なんか明るい。まあ、いいか。暗い。いかがお過ごしですか、皆さん。もういいや、これで。めっちゃ慌てて始めちゃったけど、変なものは映ってないからやるね。暑いね、毎日。毎日暑くてさ、暑いから夏の本を読もうと思って、今日はコインロッカーベイビーズにしたんだけど、これをやっぱ1週間で読むの大変だったわ。多分さ、上下じゃん、これ上下じゃないバージョン、新装版だから1冊はまとまってんだけど、分厚いからさ、持ち歩くのも大変だしさ、めっちゃ、ちょっと、まあ読み終わったんですけど、昨日を。ということで、まあぼちぼち集まってきたので、やろうと思います。みんな読んだことある？コインロッカーベイビーズ。いそうなんだけど、結構、これは。これはいそうなんだけど、読んだことある人はいますか？私結構村上春樹よりも村上龍読んでんだけど、まあコインロッカーベイビーズは大好きだよね。大好きだよね。初めて読んだ時の衝撃が忘れられない一冊なんですけど、ちょっと待ってね。さ、読むの早いな。確かに読むのちょっと早はかもしれない。早はかもしれない。でもさ、全然読み進めれない本とかあるじゃん。これはさ、まあ後でも言うけどさ、結構さ、ページ数も多い上にめっちゃ文字詰まってんだよね。改行あんまなくって。めっちゃ文字詰まってるから、もうこのページ数みちみちの文字を読むっていう感じで、だから余計にすごい内容量なんだけど、メモが今から話す台本のメモが見当たらなくて、喋りながらごまかしてる。読んだのが昔すぎて覚えていない。
確かに結構そうだよね。読んだとしては昔の人とかをさ、私は毎年夏に読んでるんだ、これ。初めて読んだ時も夏だったんだけど、なんか夏の本ってずっと思っていて、夏になると読みたくなるっていうか、読むぞってなる。確かにコインロッカーベビーザーサクサク読めるね、速度と内容が。そう、読めるんだよね。めっちゃ多いんだけど読めるんだよ。だから時間さえあれば読めるという本。はい、台本のエアドロが完了したんでやります。本日の特本会は村上龍コインロッカーベビーズ。まあ 台本初めて読んだのいつだ、3、4、3、3、4年前ぐらい、3年前ぐらいかな、大学生の時に、大学1年生とかかな、初めて読んだ。なんかちょっと授業で触れて、大学の全然ちょんって触れたぐらいなんだけど、別の、トパーズとか村上龍だったとかを結構多分その授業は詳しくやってたんだけど、その時にちょっと出てきて覚えてるっていうか、それで気になって読んだ作品なんですけど、まあ、あらすじとしては、まあ、生まれてすぐにコインロッカーに捨てられた2人の赤ちゃんというか2人の男の子がいるんだけど、その子たちが奇跡的に生き残った2人が、まあ、乳児院に入れられて、それでキクとハシって呼ばれるようになるんだけど、まあ、キクはとっても攻撃的で、ハシは内気な性格っていう2人だったんだけど、その2人は、まあ、後々乳児院から出て兄弟として、田舎っていうか、島に、九州の島、多分確か軍艦島が舞台なのかな、その島軍艦島をモチーフというかにしてるんだけど、確かに里親に引き取られて、でまあそこで出会ったガゼルっていう男がいるんだけど、その人になんか何かを破壊したい時とか人を殺めたい時に使う魔法の言葉として、ダチュラっていう言葉をお二人にそのガゼルっていう男が教えて、まあ、このダチュラっていうのは後々重要なキーワードになっていくんだけど、そうで、まあ二人とも、まあ順調にというか、まあ、順調かどうかはわからないけど育っていって、まあ、ある日箸が、多分高校生くらいかな、箸が本当の母親を探しに東京に行って、で、まあ、歌手として活躍するようになるっていう道に行って、橋は。で、キックはまあ運動神経が抜群で棒高跳びの選手になったりとかするんだけど、まあ、キックはその例のダチュラについて調べて、まあ、それを使って東京を破壊しようっていう計画をしたりもして、まあ、運命というか2人の道が分かれつつ、その後2人のはどういう道を歩んでいくのかみたいな、めっちゃごめんざっくりとしたあらすじなんだけど、あらすじとしてはそういう感じなんだけど、同じ本何回も読み直さないんだよな、私もあんまり読み直さないよ。けどこれは結構「コインロッカーベビーズ」はなんか自分の中の夏の定番小説みたいになってて読み直しておるっていう、まああらすじはそうなんだけど、なんかね、さっきも言ったけどこの本は本当に開業とか、あと鍵括弧が極端に少なくて、これってそう新装版だからとかじゃないよね、普通にそういう風になってんだよね、極端に少なくて、でなんか、まあ、なんだ、文字として追う情報とか
物語の迫力っていうのがもう凄まじいんですよ。文章表現とか描写がすごいっていうのもあるんだけど、最初だから本当に読んだ時はそのなんかグワーっていう情報量っていうかにも衝撃を受けたんだけど、そういうなんか文体というか、そういう物語文章の構成自体がこの物語とか、あとはその菊とか箸の内側から膨らんでくる衝動みたいなのをなんか如実に表してる気がして、そっからもうみしみし伝わってくるんだけど、その感じが伝わってくるんだけど、結構登場人物としては菊と箸の周りにいろんな人物が出てくるんだけど、さっき見たみたいにガゼルって男も出てきたし、里親とか、あといろんな、女の子とかも出てきたりとかするんだけど、その一番主要そうな登場人物の菊と箸は、さっき言ったみたいに攻撃的な性格と、内気内向的な性格っていう風で、正反対というかにも思えるんだけど、菊は菊ですぐにそうやって暴力などの、体での訴えみたいなのが先に出る代わりに、誰かと会話するっていうのが下手だったりもしたし、箸は箸で、一見そうやって穏やかそうにも思えるけど、後々歌手としてね、活躍していったる時に自分の歌声をさらに追求していく、より追求していくあまり自らの舌を切るっていう、舌の先っぽを切るっていう恋にも出る場面があって、そういう突発性というかっていうのもあるから、そういう意味ではお互い菊と箸、お互いがお互いの面をそれぞれ持ち合わせてるっていうふうにも見れるし、あとはそういう何て言うんだろう、2人の心の不安定さから物語の展開がなされていく感じもあって、だから菊とか箸の感情とか行動の元をたどる先にあるのは、一体コインロッカーに捨てられたっていう同じ境遇の2人っていう視点から見ても、そういう彼らの感情とか行動の元をたどる先にあるのは何なんだみたいなのを考えることにもなっていったんだけど、私は読んでて。なるほど、全然あらすじ覚えてないことが判明した。あるよね、めっちゃ。私も絶対面白かったとかいう記憶はさ、確かにあるけどさ、意外とあらすじとか全然覚えてなかったりするよね。竜で読んだのコインロッカーが初。確かそう。確かそう。コインロッカーが初だったかな。でした。そう。っていうのも、そういう読んでいく時の、そういうのもあったりとかするんだけど、本当にね、これは内側から膨らんでくる衝動とか、自分とか周りの人間や社会を受けて生まれる不満とか苛立ちとか疑問とか憎しみとか怒りみたいなのがもう爆発してしまいそうな、そういうエネルギーと生きるぞっていうエネルギーのでかさみたいなのが、ミシ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 モワ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 伝わってくるっていう、その文章が本当にすごいんですけれど、私がこういうふうに語るとまた陳腐になってしまうのですけれど、すごいのですよ。すごいんだよね。すごいんだよな。本当にすごいんだよね。本当に初めて読んだ時、すげえって思いながらずっと読んでた。でもやっぱ今年読んでもすごいなーって思いながら読んだんだけど、
そう、まあなんかなんだろうね、その描写というかが結構なんだろう、非現実的というか、まあ、混沌とした感じがあって、例えばなんかそのさっきあらすじでの時にも話したけど、橋が東京に出て、まあ、歌手になったっては言ったんだけど、その時にまず行き着いた場所っていうのが、これなんて読むんだっけ、薬の島って書いて、屋久島、薬の島、屋久島って読んでいいんだっけ、ちょっとごめんごめん なんで、そう、そういうとこにって呼ばれるとこに行き着いたんだけど、なんかそこはなんかもう、なんていうの、すごい無法地帯みたいな、まあ、犯罪とか薬とかがもう全然飛び交うみたいな、そういう混沌とした場所で、で、まあ、その場所の描写も結構多く出てきて、それがなんかもう、なんだろう、まあ、初めて読んだ時はなんか本当に文字読みながら、こうやって本読むみたいな、なんかすごい痛いっていうか、いろんなグロテスクな描写とかも出てきて、そういうのにも当時はびっくりしたんだけど、そうっていう、なんだろう、場面も出てきたりとかしてっていう感じで、まあ、このコインロッカーに捨てられたっていうので最初始まるんだけど、割とじゃない、これは結構なんか当時実際にあった事件が題材っぽくて、で、まあその箸とキクはさ、そうやってそういうコインロッカーに捨てられたっていう絶望的な状況から奇跡的に生き残っているわけじゃん。生き残っていて、またコインロッカーから2人の2度目の生まれ生みたいなのが始まっていて、だから多分2人の中でそういう経歴っていうか、ちゃんと、まあ、死んじゃってたわけじゃないけど、生き返ったぞみたいな、そういう過去があるからこそ、なんかもう、なんだろう、結構この本、人が、なんだろう、人が死んじゃったりとかする描写とかもあったりとか、なんか一見、なんて言うんだろう、死に傾いてるような印象を与えるんだけど、実は結構本当に生きるぞ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 みたいな、生きるんだぞみたいな、そういう生への執念みたいなのを、菊とか箸とかからまざまざと感じて、そういうのもすごいに、すごい、すごい、すごいですよね。すごいしか言ってない。今頭しか見えてない。私。これはね、本当に、あとね、なんか私がめっちゃ思ったのは、私がすごい思ったのは、なんだろう、愛情表現というか、愛っていうようなものの表現として、まあこれは、なんて言うんだろう、まあ必然的に、まあ、村上春樹との相対性を挙げると分かりやすくな、分かりやすいのかなと思ってしまって、そうしてしまうんだけど、例えばなんか村上春樹の愛の描写で、なんかしん、なんだろう、身体的っていうか、身体的な感じなんですけど、まあ、この村上龍とか、まあ、コインロッカーベイビーズでも、もちろんなんか結構たびたび生々しい男女とか、まあ、男女じゃなくてもの、まあ、身体接触の描写は出てくるんだけど、でもなんかその身体的っていうよりかは、その根底に求める愛みたいなものは、なんかすごく精神的な
もののような気がして、そう、そういうなんか身体接触の描写が直接的に愛情表現になってるっていう感じではなくて、なんか結局求めてるのはなんか、これもまた陳腐な言い方になってしまうんだけど、あの心のつながり、あ、もっと絶対いい言い方あるのに、心のつながりみたいなものだなっていうのをこのコインロッカーベイビーズからはとても感じて、てかまあ多分村上龍の他の作品も割とそういう感じのが多い気もするんだけど、まあちょっとあんまりそんな語れるほどの知識がないので、それはそれとしてこの辺にしておくんだけど、そう、そういう風に私は思った。なんかやっぱりあのコインロッカーに捨てられて本当の母親の愛情を知らずに育ったっていう境遇と、まあそういう母親、知らない母親っていう存在への、まあ、憎しみとか憧れとか不安とかが複雑に、まあもちろんきっと混じり合っていくわけじゃん、菊と橋は。そういう二人にとって多分母親っていう存在のトリガーみたいなのは大きいし、あと、あ、そう、さっきも言ったけど、その重要なワードとして、まあ、どちらがあるって言ったんだけど、そのそれ以外にもう一つ心臓の音っていうのもあの何度かこの物語の中で菊と橋の中でたびたび出てきて、それは何かっていうと、菊と橋があのちっちゃい頃ニュージーンにまだいた頃に、なんか2人の心の不安定さというか、その突発的な暴力性みたいなのを危惧した大人たちが、二人には内緒の治療として、そうやって心臓のすごい、綿密にこう作った音なんだけど、その心臓の音を治療、その二人の治療として聞かせていたっていう時期があって、それを求めて、その音を求めて二人のまた二人のっていうか、この物語も展開していくっていう部分もあって、だからそう、そういう二つの大事なワードがあったりとかもするんだけど、だけどあとね、ラスト数ページのね、畳みかけっていうか文字の詰まり具合っていうか、橋の詰まり具合っていうのもすごかったんで、まあそこもなんかね、多分最後の方とかさ、もう読んでるとね、疲れるっていうか、すごいふうふうってなるんだけど、読んでて、その速攻で来る最後のラストの畳みかけみたいな部分も面白いというか、良いっていうか、なんでまあ今から読む人はぜひ挫折せずに読んでほしい。面白いんだよ、やっぱりね、社会的なメッセージ性みたいなのがめちゃくちゃこれは強くって、そう、なんか私のもう何感想というか、まあ、今言ってたのも感想といえば感想なんだけど、感想としてはなんかね、まあ、描写が全ページ凄まじいっていうのもそうだし、なんだろう、そういうなんか漠然とした、さっきも言ったけど不満とか苛立ちとか、そういうのがもう狂気となって立ち込める様子みたいなのの、表現と、それを読んでて感じるっていうそのエネルギーがすごくって、なんかまあなんだろう、終わり方としてなんかすごく分かりやすいさというか、綺麗に収まった
終わり方ではないのかもしれないけど、なんだ、誰が、まあ、正義とか悪とか、誰が幸福で不幸とか、はっきりと、まあ、極端に傾いていない感じが私は良かったなって思ってて、そのずっと言ってるけど、その表現自体は、表現とかそのシチュエーション自体は結構なんか過剰だし、私からしたらすごい非現実的なはずなんだけど、なんか、知ってる感情みたいなのと重なる部分があって、まあ、これはもしかしたら危ういことなのかもしれないけれど、そう、そういうなんか知ってる感情みたいなのにがあったりもして、なんか、なんだろう、そういう部分でリアルさみたいなのもあって、なんか、なんだろう、ただ非現実的なファンタジーなんか感じではないという均衡がどこかで取れているという不思議な作品なんだけど、ああ、来年の夏も読もっと。来年の夏も読もっと。話したかな？言いたいこと。今日も全部話したでしょうか？話したかも。話しました。お、なんか、めっちゃお茶くれてる人がいる。ありがとうございます。私は未だにこのツイキャスのお茶とか、なんか、お団子みたいなやつはあんま分かってないんだけど。言ったわ。そういう感じでした。私が読んだのは。やっぱりね、最初、初めて読んだ時とはまた、なんだろう、違うというか、衝撃の大きさみたいなのはやっぱ初めて読んだ時が、そりゃまあ初めてだからそうなんだけど、新しいから大きいのはそうなんだけど、でもそういう、何て言うんだろうな、すげえっていう気持ちは変わんないね、何度読んでもこの作品。本当にすげえ、すげえぜ。すげえぜ。なんかね、そう。でも結局ね、これね、生きろっていうことを言っているんだよ、きっと。あ、突然みんな来た。来てくれてありがとう。糖尿病の場面って出てきたっけ？違う作品だっけ？わかんない。違う作品な気がする。ちょっと待ってよ。わかんない。ごめん。でもなんかさ、あるよね。それなんかめっちゃ授業でやった覚えあるんだけど、違ったらごめんけど、なんか他の作品かな。なんでこのポムポムクリーンくれんの？ありがとう。めっちゃポムポムプリンいいんじゃん。ありがとうございます。ということでしたね、今日は。マジでみんな読んで、まだ今から夏だから読んでほしいです。これってさ、今日私さ5分遅れたじゃん、始めんの。だから5分長くやっていいってこと？あんまちょっと分かってないんだけど、ルールを。あ、でもズーム会とかはあるから別なのか、ちょっと分かんない。夏が好きになる？まあ夏が好きになる田舎にはあまり関わらないかもしれない 夏が来てしまったし、読むかって思って。
読むやつですね。これは5分長くやっていいっぽいから、あと5分くらい喋るわ。何喋ろう。暑いね、最近ずっと。もうでもまだ布団見て羽毛布団がベッドに置いてあってキモいよね。でもあのクーラーをさ、めっちゃさガンガンしてさ、毛布かぶるのが一番気持ちいいじゃん。だからたまにそれをやってる。いつもそれをやっていたら、てか電気代本当に怖いんだけど、クーラー、やっぱさ扇風機とか買った方がいいのかな。あの今うちに扇風機がないんだよ。だからさ、もうどうしてもさクーラーつけるしかないんだよ。だって無理じゃん、窓も開けたら虫入ってくるしさ。あと虫で思い出したけどさ、何週間か前にさ、これ配信やってる途中にさ虫ブンブン来たじゃん。でなんか電気のとこにいるみたいな話したじゃん。それっぽい虫があの電気つけるとさ透けて見えるんだよね。多分これ電気の中にいるんだよね。知らない間にいなくなったなって思ってたけど、電気の中で死んでんだろうな。でももう考えないようにしてる。あらゆることは考えないようにすれば乗り越えられるからね。飛行機とかもそうだよ。もう考えないようにして乗っているから乗れるようになった。飛行機考えちゃダメ。今年の夏はなんというか負けそう。わかる。おかしいもんだって。ずっと何年か前からおかしすぎると思ってはいたけど、それにしても今年は おかしいよ。早いし、こんな暑いのが。これでさ夏が終わるのが早かったら、まあ許すかもしれないけど、なんかそういうわけではなさそうっていうのも、へっ早くクリスマスになってほしいね。早くクリスマス会とか やりたいな。クリスマス電気代、みんなも電気代に怯えながら過ごしてるんでしょ。どうなんだろうね。なんか同居人がさ調べたくれた結果さ、なんか普通の冷房よりもあの除湿にしてエアコンつけてる方がなんか電気代安いみたいな結果に至ったんだけど、どう実際どうなのか知らないけど、まあ今月の電気代を見て扇風機もろもろ買うのかどうかを判断することにするよ。本当にただ暑いのは死骸が、死骸がいるね完全に。そりゃそうだよね。どっかに天井に溶けていくわけないもんね。だからこの電気が切れて、電球っていうか蛍光灯っていうか、なんていうの、これはこれの電気を変えるときにまた考えればいいや。この虫のことはさ、そんなこんなで今日は終わろうかな。遅れてごめんなさいね。今日はちょっと MacBook にきつく言っておくわ。来週何しよう、何も思いついてない。来週なんかもう本読む時間がないくて、だからまた本、新しいのか過去に読んだことあるやつかにしようと思ってるけど、なんか前誰かが夏の本みたいなのなんかいくつかあげて、それやるのもありじゃんって言ってくれたけど、まあもしかしたらそれやろうかな。
ライブたくさん決まったか、体調管理気をつけて。ありがとう。みんなさんも水分をたくさんとってバランスのいい食事をしてくださいね。やっぱね、卵はいいよ。あ、なんか卵とフルーツ食べてたらいいらしいよ。栄養バランス基本的に。でもごめん、でたらめかもしれないからちゃんと皆さん自分で調べてほしいけど。水いっぱい飲んでね。水おいしいよね。ということで、この後はズーム会もあるので、また今日もお待ちしております。何でもいい、本の話じゃなくてもいい。夏のいいとことか教えてもらってもいいんで、何でも話しに来てください。それではまた来週会いましょう。今日も聞いてくれて、見てくれてありがとう。また次、来週何やるかお楽しみに。また配信でお会いしましょう。またね。